都内布原駅は、岡山県新見市西方技野野原にある、西日本旅客鉄道の駅である。新見駅管理の無人駅。線路名称上、当駅を通る路線は、白尾線であるが、白尾線の列車は普通列車も含めてすべて、客扱いは行わない一方、新見駅を発着して、隣の微中神代駅から芸尾線へと直通する、列車は停車し、客扱いをするため、 運転系統上は、白尾線ではなく芸備線の駅として扱われている。そのため、新見駅及び、備中神代駅の白尾線ホーム駅名標や、仙内各駅の駅刑事時刻表の駅一覧では、あたかも、布原駅は、白尾線に存在しないというような記載になっている。芸備線の列車のみが停車し、客扱いをするのは、 周囲に人家が少ないため乗客がほとんどおらず、ゲイビ線の列車本数のみで十分に対応可能なためである。なお、白尾線の列車も停車することがあるが、対向列車との行き違いのための運転停車であり、戦術のように客扱いは行われない。列車到着及び通過前の CTC 連動の自動放送は、白尾線内の他の駅同様に行われている。 立地や停車する本数の少なさから、いわゆる秘境駅の範疇にある。また、車で行く場合も1台分しか通れない。狭い道、急な坂、急カーブ、狭い橋を通らなければならない。駅は、峠道から分岐するが、かなり低い位置にある。相対式ホーム2面2線を持ち、行き違い設備を有する地上駅である。ホーム有効長は1両分のみ、上下で、 千鳥城にホームが配置されているのは通標交換を行った信号場であった名残である。友人の信号場時代には駅舎があったが現在では取り壊されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。周辺を流れる西川とわずかに数軒の人家が存在するのみである。かつて白尾線に蒸気機関車が走っていた頃、布原はまだ信号場で、 1972年まで運転されていた D51 形状機器官車3両で貨物列車を牽引する無し機産従の撮影名所として知られていた。現在でも鉄道ファンの撮影名所であることに変わりはなく、特に秋の紅葉の時期には注目されている。西日本旅客鉄道部位博備線通過 P 景気線、快速通過普通に意味駅布原駅ビ中。 人大駅運転系統によって停車したりしなかったりする駅について停車しない運転系統においてその駅が存在しないかのように案内される例は東海道本線の有楽町駅や阪急電鉄の中津駅など多数あるが都市部以外でこのような例は珍しい JR 西日本全域路線図 JR お出かけネット。2016年4月21日閲覧 出展、岡山県東京年報ーの原信号場に関するカテゴリー。ありがとうございます。